高橋よしき、見事なロブパス、ちょっと強すぎたか。素晴らしいゴールチャンス、ゴールゴール。一時は点差が開いていた試合でしたが、今のゴールでその差はわずかに1点になりました。気が緩みがちなので、大量リードがかえって危険になることがあります。流れは完全に追う側のものですから、